はい、秋源氏です。隠し世界任務泉は再び湧き出るの発生方法と進め方を解説したいと思います。フォンテーヌの評判経験値を20もらうことができます。限定条件は魔人任務第4章第2幕の完了となっていますので、まだの方は先にそちらを進めてください。まず任務を発生させます。ポートマルコットのワープポイントにワープをしていきます。到着したらまっすぐ南東方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでいき、噴水のあるところまで来たら噴水を回り込んで進んでいきます。噴水の裏側南東方向にある階段を上ると三角マークがついた場所がありますので、近づいて調べます。ムービーが入った後、世界任務泉は再び湧き出るが発生します。任務画面を開くと表示されていますので、目標を追跡してマーカーの出ている方に向かって進んでいきます。目的はエデルと会話するとなっていますので、マーカーのついているエデルさんに話しかけていきます。会話が終わると目的がエスタブレと会話するとなりますので、マップを開いてマーカーの近くにあるフォンテーヌ邸北部リオンエリアのワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら右後ろを向いて階段を南西方向に向かって降りていきます。しばらく進んでいき、階段の一番下まで来ると右側にエスタブレさんが立っていますので話しかけていきます。会話が終わると鉄の塊をエスタブレに渡すとなりますので、もう一度エスタブレさんに話しかけます。渡す画面になったら鉄の塊を選んで渡していきます。その後のムービーが終わると任務完了となります。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録高評価をお願いします。ライブ配信、ツイッチ、ツイッター、ブログ、ホヨラボも見ていただけると嬉しいです。では。